ですね。あなたたちを私の事情に巻き込むのはどうかと思って内緒にしてましたけど、すでにがっつり深入りしちゃってますもんね。それでもだんまりを決め込むのは不誠実ですよね。わかりました。私が話せる範囲でご説明しますよ。食べながらで構いませんので聞いてくださいね。私の本名はユースティアナ・フォン・アストライアと言います。このランドセルを滑る王族の長女として出生しました。あ、すみません、聞き取れなかったですか？ユースティアナ・フォン・アストライアです。もうややこしくて小難しい名前ですよね。私も子供の頃はフルネームをちゃんと言えませんでしたよ。覚えにくいようでしたらこれまで通りペコリーナちゃんって呼んでくださいね。王族の長女ってつまりこの国のお姫様？それはまた、ずいぶんぶしつけな態度をとっておりました。ヒラにご容赦を。スズメ何をテンパってるの？面白い。いやいや、恐れいるしかないじゃないですか。この国では伝統的にお姫様が君主になるから、つまりこのお方が我が国で一番偉い人なんですよ。そんな人に朝っぱらから料理をさせちゃって。あんまりかしこまらないでくださいね。私自身は至って普通の女の子ですから、今まで通り流れ物のペコリーヌとして接してくれたら嬉しいです。ん？しかしペコリーヌ様とお呼びしますね。そちらの名前の方が馴染み深いので疑問なのですが、なぜそんな尊い身分の方が流浪の身に？というか、うちのお嬢様も王宮勤めだったので、私も貴族名鑑に目を通したことがあるんですけど、だからお姫様なら一目見たらわかるはずなんですよ。貴族名鑑には王族を含めた高貴な身分の方の顔写真や詳細なプロフィールが掲載されてますから。でもすぐにそうだと気づけなかったです。もしかして魔法で顔を変えたりされてます？そういう高等魔法があったはずです。要人警護の現場なんかで限定的に使われるんですけど。いえ、これが私の素顔ですよ。なんと言いますか、ややこしい事情があるんですよね。え？待って。私のお家も貴族だから知ってるけど、この国の王様ってビーストじゃなかった？代々ビーストを弾圧してるのに、君主もビーストで。パパとママがそんな話をしてたから、変だなって思ったんだけど。だって、同じ種族なのに差別してるんでしょ？自分の首を絞めてるよね。おかしいよ。なぜかパパとママは何の疑問も抱いてなかったみたいなんだけど。はい、それについては不思議なもので、あまり誰も疑問を抱いてないみたいです。多分何らかの魔法とかによってみんなの思考がそらされてるんだと思いますよ。率直に言います、今この国の君主とされている人物は王族を語る偽物です。私はその人物に名前を、立場を、全てを奪われてしまったんです。奪われるというと？そんなこと可能なのでございますか？別にペコリーヌ様の言い分を疑うわけではないのですけど。いえ、当然の疑問だと思います。私にも理屈はよくわからないんですけど、ある日突然そういうことになってたんです。私は王族の伝統として全国各地で武者修行をしていました。
それが王位を継承するために必須の儀式なんですけれど、無事に武者修行を終えて王宮に戻ってきたら、みんなが私のことを忘れていたんです。父上も母上も、長く仕えてくれた家臣も使用人も、みんな私が誰だかわからないみたいでした。そして私の代わりにユースティアナと名乗る謎の人物をお姫様として扱っていたんです。そうですよ、私たちに戦略級の大量破壊魔法を放ってきたあの白い狐っぽいビースト、あれが私から全てを奪った偽物のプリンセスです。あいつは私に成り代わって、入れ替わってお姫様ぶって堂々と君臨してるんです。正体もその目的も何もかも分かりません。あなたはあいつと何か喋ったんですよね。後で詳しく内容を教えてください。もしかしたらあいつは私たちの共通の最悪の敵かもしれないです。最初は悪い冗談だと思ったんですよ。あるいは私の武者修行がまだ足りなくて、みんなはお姫様だと認めてくれないのかなって。でもやっぱり変です。おかしいんです、こんなのは。もうそのうち私は自分の方が変なんじゃないかって疑い始めて、頭がどうにかなっちゃいそうでしたよ。ユースティアナは私の名前です。父上と母上が愛情を込めて異国の古い女神の名前をつけてくれたんです。そんなことを語りながら頭を撫でてくれた父上の手のひらの感触を覚えています。母上の優しい笑顔も。でもそれも全部奪われちゃったんです。父上も母上もみんな私のことを忘れて、むしろ私を偽物だって言って衛兵に取り押さえさせようとして、指名手配までして。辛かった。こんなの嘘だって、冗談だって、悪夢だって、そう思いたかったし、人に打ち明けたこともありますけど、みんな誰一人信じてくれなくって、追われながらまだ私を覚えていた頃の両親に言われて始めた武者修行を惰性で続けて、今度こそはって期待してランドソルに戻ってきて、その途中でカリア・コッコルちゃんと出会ったんです。嬉しかった、幸せでした。笑顔で会話して、一緒に食卓を囲んで、そんなのは久しぶりでしたから。でももう終わりにしなくちゃダメですよね。あのユースティアナの偽物は明確に私を狙っています。多分本物である私の存在はあいつにとっては目障りなんでしょう。だから私のせいで危険な出来事に巻き込んじゃう前にさよならしなくちゃダメなんです。あなたたちと過ごす日常がキラキラ輝いていて幸せだったからこそ、私はあなたたちまで奪われて失ってしまうことに耐えられない。